&プリンスの永瀬廉、2、4の岡田塾入塾持ち会か。先月、ジャニーズ事務所の先輩、岡田准一、42、が、フジテレビ系情報番組、めざまし、テレビに出演した際、気になる若手俳優を聞かれ、永瀬廉を挙げる場面があった。これに永瀬は大喜びだ。先日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、永瀬廉のラジオガーデン、文化放送で、マジ？自分の名前を挙げてくださってたの？嬉しいね。頑張ろうと思うよねと反応し、アクション、作品で共演したいとの願望も漏らした。岡田といえば、ブラジリアン柔術をはじめ、様々な格闘技に精通し、師範にもなる腕前を持つ。芸能界には、岡田塾とか、岡田育成塾などと呼ばれるものもあり、アクションを学ぶために、岡田を慕い、門下生になる芸能人も多数いると言われていますと、芸能関係者。この岡田塾にはジャニーズ以外の俳優も在籍している。永瀬が本気で希望すれば入り、塾も夢ではないだろう。あるテレビ局関係者は、岡田はジャニーズの中でも別格の扱いを受けている俳優です。いくら同じ事務所とはいえ、そう簡単に共演するのは難しいでしょうが、今の永瀬はジャニーズにとって絶対に失速させてはいけないタレントの一人。ゆくゆくはバラエティというよりも俳優業でなんとか一人前にしたいという思惑があると言います。永瀬がやりたいという願望が本気なら近々、共演も実現可能ではないでしょうか。岡田魂を吹き込まれれば、俳優としての成長も加速するに違いない。